こんばんは。こんばんは。え今日は、えー、ベルディのトレーナーである青木康平さんをお招きして、えー、試合前の準備について学びたいと考えています。えー、ともう今日はじゃあ簡単に自分のしょ種目だけ皆さん名前と種目だけえっ、ー、とご紹介お願いいたします自己紹介の方えー、え長、ー、直子さんからお願いします。 初めに失礼します、えっと。フィールドホッケーの松原直子です。ベルディに所属しています。おね、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、オンダさん、お願いします。んますこんばんは。オンダです。オンダケイです、えっと。競技ダンスの方をやっています。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、声だけで花岡さん、お願いします。はい。 出るかな。あたは<あ>出た。出た初めまして。出ました、ね。ええー、パラ陸上の車椅子マラソンのコーチを今はやっております。花岡と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日熱望していた優子さん、お願いいたします。よろしくお願いします。えー、柔道。 競技、えー、指導しています。指導者をしています。あ、今、拠点はブラジルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃ、細谷さんもお願いいたします。簡単あはい。はい、えっと、理学療法士の細谷と申します。ベルディのトレーナーをやらせていただいてます。よろしくお願いします。しお願いします。えー、僕は、あの、プロのバドミントンコーチしてます。渡辺秀元と言います。えー。 大学院では神経生理学やってたので、ちょっと今日特に楽しみにしています。よろお願いします。お願いします。では、えー、自己紹介させていただいた後で、そのままホストを私します。青京平さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、ホセとえっ、ー、と同じ職場に勤めてます理学療法士の青木です。 えーとベルディの方では去年から要は今年で2年目ですね、ちょっと細谷の方と一緒にちょっとやらせていただいてます。で、あの後でちょっとお話もさせていただくんですが、えー、と私と細谷とあともう一人、内田っていうふうな3人で一応、チームを組んで、えーと、スポーツに対して、えー、とどう関わっていけばパフォーマンスが上がっていくか。 あと、怪我の予防をどうしていけばいいかっていうところを、えー、と理,理学療法士の視点でちょっといろいろ神経生理学だったりとか運動学習だったりとかっていう視点でアプローチできないかなというところで今ちょっとえー、と吸った問題いろいろ試行錯誤している段階ですで、えーと。まだ途中ではあるんですが、えー、とベルディの方で試している内容だったりとか、えー、と1対多数に対してどういうふうにやっていけば、えーと チーム全体をこう見ることがえ少ない人数のえとトレーナーで見ることができるかみたいなのをちょっといろいろ考えてやっているという状態になりますで。スポーツ自体は私自体はサッカーをずっとやってまして、プロとかでは全然ないんですが、まあ、高校まではあのプロ目指して頑張ってやってたんですが、えー、と一応サッカーの方は高校サッカーの方は帯同はしていました。でえー、とベルデさんの方でお話しいただいて、スポーツの方はまあ2年、や約 しっかりやり始めたのがもう丸々2年っていう形なのでその成果というか途中までの過程をちょっとご説明できたらなというふうに考えてますじゃあちょっとあのそのコンセプトですねそれ,それをちょっと説明するためにちょっといろいろお話しさせていただきながらここはさらっとやっていってでちょっと動画のところだったりとかなんでここが変わったかとかいうふうなところをちょっとメインで話させていただきます よろしくお願いします。で、えっ、ー、と、題名としては、結果を出すために必要なトレーニングっていう、運動知覚トレーニングっていうところですね。えーね、よく、あの、知覚とか認知とか、 えーっと感覚とかっていろいろ使い分けるんですけど、えー、っと感覚っていうのはまあ単純に入ってきたもので知覚というものはそこからどう認識するかですねそういうようなところのちょっと違いがあるので感覚訓練とちょっと知覚訓練というのはちょっと若干ニュアンスが違うってことだけ分かっていただければいいかと思います要はい意図が起き生じるってことですねそれ要は例えば単純にこうやって感覚がこうやって入るものはこれが感覚になるんですけどそこから知覚になるとどういうものかっていうことを推察するんです ですね でそこから認知になってくると、それによってそれが何なのかとか、それが自分にとってどうなのかみたいなその背景までをこう知るというのが認知という形になってくるんですが、どうもあの運動学習です、ね、にとっては、感覚という形よりも知覚だったりとか認知というのはより高位なところの方がまあ学習効果はちょっと高いだろうというふうに言われています。なので、私のところではその認知まではちょっと持っていくのは少しちょっと,えと難しいというか、個別でやるときやるんですけど、集団だったりとかというとにはちょっと知覚。 っていう,ような形で、ね、運動を近くするという,ような形でトレーニングをちょっとしていくというふうに、えー、としていっています。で、特に、えー、と筋トレや技術練習の前に行うと、より効果的なことがちょっとありそうだなというの,なので、少しちょっと,、えー、とアップだったりとか、そういうところで、少しこういうふうな形のトレーニングというのを入れてみるといいんじゃないかなというところでご提案させていただいてます。 で、えーと、伝えたい内容はもうこのあと、これとこの後のまの、あ、スライドになります。で、えーと、運動のスキルについてということで、フィッツの法則というものがあって、要は運動の速度を上げると正確性が、えー、と悪くなるとで、運動の速度をゆっくりにすると正確性が上がるよっていうのはと、まああの フィッツの法則っていうの学習のところであるんですが、えー、これがどうも、あの、金収縮の70%を超えると、えー、正確性がこう落ちるというふうに言われています。まああのー で、そこで考えることとしては、いや、じゃあ筋トレをすることによって、じゃあ収縮のなえ絶対数をまず上げていけば、まあパフォーマンスは上がるよねってところはまず一つですね。で、ただ、あの、じゃあこの70%を超えるってうところですね。で70%を例えば75%とか80%とかにできれば、えっ、ー、と、 筋トレだったりとかをしなくてもパフォーマンスは上げられる可能性があるんではないかというところで、あの怪我の予防の観点だったりとか、えー、を考えていくと、この後者の,の70%の比率を上げるということで、私たちはちょっと考えていますで。そこを上げた状態で筋トレだったりとか、えー、と動作練習だったりとかをすることによって、よりロスのない、えー、怪我のしづらい、えー、とトレーニングっていうのになってくるんじゃないかなというふうに考えています。 で、えーと、皆さん、こういう経験ありませんかということで、えー、と階段踏み外しですね、もう一段あると思ってこう行こうとしたらなくてこう、かくんって抜けるっていう経験、皆さんありますよね。あので要は私はこ選手たちってこれが起きてるんだと思ってですね。あのよくいわゆるこう ありますよって、任意しないように、じゃあ、膝を真ん中でえとセラバンドを巻いた状態でトレーニング、スクワットだったりとかでトレーニングをしていくことで、股関節のスタビリティを上げていくというところは、一つ、トレーニングの方法としてはあるんですが、そういうのは、その任意っていうものが、先ほど言ったようなことが原因で起きているんではないかというふうに推察しています。で、えっと、例えばですね。 例えば、任、え、意、ー、のトレーニングですね。任意に対して、じゃあ、セラバンドをこういうふうに巻いてトレーニングしていきます。えっ、ー、と、スクワット練習ですね。そういうのをやっていきますっていう形で、まあ、結果、それでもあのパフォーマンスが上がる方は上がっていきます。だけれども、ちょっとベルンシュタイン問題ということで考えていくと、要は、えー これはもう単純に膝が内側に入ってお尻の筋肉使えないからお尻の筋肉を使っていきましょうというような話であるんですがこれっていうのは要は筋を一つ一つ脳みそが制御しているということが、えー、と大前提になっていきます、はい、だけれどもあのどうも脳の,あのキャパを考えていくと、えー、脳っていうのは筋を一個一個制御していないということが分かってきていますなのでそこから考えていくと要はこのトレーニング で、単一の筋を鍛えたから効果が上がっているんではなくて、多分それをやっていく中で、なんか中心だったりとか、なんかそういうものをこう認識していく過程で、まあ、パフォーマンスが上がっているんではないかというふうふに考えてます。なので、えー、と筋力訓練と運動制御っていうのをちょっと分けていかなきゃいけないんだろうなというんですね。 なので、指示が悪いから指示のトレーニングをするというような直接的なトレーニングというのは,要は最終段階に持ってきておいてその手前のところでその運動制御という形で考えていった方が少しいいのではないかなというそこが要はトレーニング前にとかえと技術練習前にやってみて効果が上がる要素ではないかなというふうふに考えています <laughs>。 でえー、と筋収縮、まあ、簡単に言うと筋収縮で神経の伝達効率を上げて、ミトゴンドリア、グリコーゲンなどのこれ体力を増やしていくというところで、一つ一つのまあ神経、筋の結びつきということはと結びつけるんだけれども、癖の修正とかには直接的には結びつかないであろうというふうに考えられます。でえー、とこれ、皆さんあの意外だと思われるんですが、えー、と脳を活性化させようというふうによく思いますよね。 でも実は、えっと、学習された動作というのは脳は活性化しなくて脳は活性化されなくなってくるんですね。なので、え刈込み作業っていうんですけど、どん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 神経が萎縮,萎縮っていうか、えっと、使われる神経細胞が少なくなっていくっていうのが学習効果につながっていきます。なので、動作をこう最初こうやろうとしたときにこう力みがギュッて出ますよね。あれがこの上の,この赤い状態なんですね。いろいろこう神経がバーって一気に出ると。 そうすると目的の動作の神経と筋のところのつながりではなくて他のところまで波及してしまうと。それが学習されて洗練されてくると,、えー、とこうターゲットの菌だけをこうコントロールするという形になってくるので基本的には制御、だからえー、どん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 んそぎ落とすというような考えなんですね。で筋トレはどあどう,うかというとどちらかというとこっちなんで神経をバーっていっぱい使ってくるので。 本来やりたい動作以外のところにもロスが出てしまうということを考えていくと筋トレというのは神経の伝達効率になってくるのでこのトレーニングをやった後にここを強化させるような形で筋トレをしていった方が効果的ではないかなというふうに考えています。なので、えー、これは、まあ、こういうふうな現象が起きるのは下肢の指示が不安定ということではなくて選手が思っている状態と、えー、違う状態が生じているので結果、出力が出るタイミングが遅れるというふうに 認識していいいただければいいのかなという,ふうに考えてますなので、単純にまっすぐ立ってるっていうことが自分のまっすぐと実際のまっすぐがちょっと違うっていうことですね。なので、そこをまあ誤差を修正していくような形がいいんじゃないかなってことですね。